ビジネスパーソンの歩き方配信オリジナル魅惑の東京都庁ツアー基本編。東京都庁にはビジネスパーソンが知っておいて損はしないお役立ちスポットがあるんです。最初に案内してくれたのは、こちらが職員食堂になります。あ、職員さんが働いている方が使われている。そうですね、職員ももちろんなんですけれども、一般の方もこちらお食事、そうなんです、はい、取っていただけます。全く関係ないビジネスパーソンでも、はい、はいはい、近隣の方皆さんこちらにもお越しいただきますね。あ、そうなんですか、はい、1日およそ1800人もの人が利用する職員食堂、実は誰でも利用することができるんです。メニューはおよそ20種類と豊富で、日替わりランチは9種類もあり、毎日来ても飽きません。しかもほとんどのメニューがお手頃価格。中でも都庁の一押しは、一押しは都庁ラーメンになります。都庁ラーメン、はい、麺が 1.5 倍ありまして、皆さん満足して帰っていただけますね。がっつり食べたいビジネスパーソンにおすすめの都庁ラーメン。醤油ベースのあっさりスープのため、ボリューミーな縮れ麺をさらっと美味しく味わえるんだとか。一方、忙しくて健康が気になるというビジネスパーソンには、女子栄養大学が監修したヘルシーメニューがおすすめ。脂身の少ない鶏肉とたっぷりの蒸し野菜で栄養バランスの取れたヘルシーメニュー。他にも東日本大震災をはじめ被災地の復興を応援するメニューも。さらに小腹が空いた人やテイクアウトしたい人には、カフェコーナーになってまして、はい、たくさんパンを取り揃えてます。こちらのカフェがおすすめ。米粉で作った照り焼きチキンサンドや、秋限定の金時芋あんパンなど豊富な種類の焼きたてパンが味わえるんです。その中には、そしてまたエビナメロンパンなども置いてるんですよ。あの人気のメロンパンが、エビナサービスエリアで大人気のエビナメロンパン、48時間販売個数世界一としてギネス世界記録を持つ人気のパンが都庁内でも食べられるんです。新宿で何を食べるか迷ったビジネスパーソンは、都庁の食堂に足を運んでみてはいかがでしょうか。他にも都庁には楽しめるスポットがいっぱい。ビジネスパーソンに刺さる情報をテレ東ビズで配信中。